ジョアドビーブルは日本の競争馬である。馬名の由来はフランス語で生きる喜び。主な勝ち倉は2011年の阪神、ジュベナイルフィリーズ。半姉に GI6 章のブエナビスタがいる。11月12日、京都競馬場の芝1600メートルの新馬戦に福永祐一とのコンビでデビューし、単勝1.3倍の一番人気に応えて勝ち上がる。自走。 12月11日の阪神ジュベナイルフィリーズには抽選を突破して出走した。レースでは先行した人気馬を見るように馬群中段を追走し最後の直線で一気に突き抜けて優勝。ビワハイジとの母子制覇及びブエナビスタとの姉妹制覇を達成した。またデビューから2戦目で GI 競争に勝利したのはグレード制導入後は史上初である。この勝利により 当年の JRA 賞最優秀2歳品馬に選出された。3月3日のチューリップ賞に単賞1.3倍の圧倒的一番人気で出走。レースは6から7番手で進め最後の直線で、馬場の内を狙うが伸びきれず鼻ずゴールの3着に敗れた。4月8日の大歌賞も一番人気に押されたが、後方追走から直線で伸びず6着に敗れた。レースの後、 数日を経て、右第一子骨筋移骨折の故障が発生し、6ヶ月以上の休養期間を要することが4月13日に、旧社サイドから発表された。2月10日の京都記念で10ヶ月ぶりに復帰したが、7着に、敗れた。3月9日の中日新聞杯は、後方から追い込むも6着に敗れた。5月12日のビクトリアマイルは、 後方4から5番手から上がり33.3の末、足を繰り出すも4着に敗れた。そして5月29日の朝、6月1日に行われる、ナルオ記念に出走するべく立東トレーニングセンターのウッドコースで調教していたが、その途中で異常が発生したため、調教を中止した。急ぎ診療所で診察を受けた結果、左甲子の肩い骨を開放骨折していたため、 予後不良との診断が下り、その場で安楽死の処置が取られた。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。